ということでやってきました。こんにちは。ポンポです。はい、今日は皆さん、部活動一同今日はね、部活を選びたいと思います。福良町にもね、かなり部活動があるんですけども、まあその中でも、まだちょっとね、体験していない部活などがあるので、今日はね、ポンコちゃんは何の部活がぴったりなのか、今日はちょっと探しに行きたいと思います。これはですね、私が今日朝起きて思いついたネタです。まあよかったら、ね、何か桜スクールシミュレーターでしてほしい企画があったら教えてくれると嬉しいです。もう見てください、もうポンタくんね、もう気合い入っちゃってます。やってやるぞと。まあね、今日はポンタと、あとはまあ私の大好きなね、まあ、リュウジ君とも一緒に、ちょっと今日は部活動をやりたいと思います。なんかあれだね、なんか女子トイレと男子トイレって感じがする。さ、リュウジ君はいるのか？いや、もうね、みんなね、学校登校の時間なので、あ、もう、あれか、ちょっと遅いか。まあ、これ部活ってさ、何時ぐらいに始まるんだっけ？ 15 時ぐらいかなのかな、始まるの。まあ、今日もね、何人かね、人を呼んで、ちょっと部活をね、やりたいと思いますので、あ、いた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 。来てもらって、え、これもしかして、あれ、恋人じゃない、あ、なりました。ちょろいですね。で、この人も、あれ、体操服は、あ、ジャージか。はい、リュウジくんと、あとは、ポンコ最近ね、ちょっとお気に入りになった、リュウマくん。リュウマくんも、ね、呼びに行きましょう。リュウマくんは、2年、1組ですね。お、ちょうど、あれ、これおかしいな。この人についていけば会えるかな？あれ、家庭科だったっけ？まず最初に。あれ、PC だっけ？いや、今日はね、汗臭くなるんでね、よろしくお願いします。あ、いた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 ！これ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 、誠じゃない！そう、リュウマくん。なんでうちとこいつに帰れって言われないといけないの？なんなの？この人。好きじゃないんだけど、この誠って人。マジで。マジで。あ、いた！バイ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 、ちょっと私も切れちゃいけないよね。私もダメなんで、切れちゃいけないんだ、私も。ダメなんで、私も切れ性じゃね、ダメなんだよね。私はね、起こしちゃいけないから。ちょっと待って。あ、いいよいいよ、いけるいけるいける。まことけ。ポンタ、お前、今日の主役だぞ、一応。で、なんであんこをかぶってんの？ねえ、ダサいんだけど。ないわ、マジこいつ。本当に嫌い。あともう一丁なのにね。オッケー。ちょ、待って。なめちゃん、違う。違う。違う。リュウジ君のことはなめちゃん。私は、この誠って人が嫌いだったの。この人が。いやね、私最近嫌いなんだよね。いや、誠って人なんだろうね。もう本当に嫌なんだけど、あの人。マジで生理的に無理。ちょっとここで、まぁ、ちょっと病院連れて行くしかないわよね。置いといて。うわ、逃げてる！うわ、ひよってる。めっちゃひよってる。自分何もね、されてないのに。あぶねー。はーい、来ましたよー。はい、ポンタくんをね、運びたいと思いまーす。これ動画の開始早々さ、なんかなくなるのやめてくんね、ほんと。マジで。はい、来ましたー。到着でーす。はーい。はい、回復と。よし、オッケーだね。ってことで、じゃあ、早速、部活の方に行きたいと思います。まあ、部活に行くっていうよりも、まず最初に部活の時間にならないと、話にならないので。よし。帰らせますね、この人たちのことね。帰らせて、帰らせて、これね、帰ってもらわないと部活っていう話になんないから、マジで。そう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 、下校です。下校よろしくお願いします。で、あとは、あれかな、職員室かな？いや、ほんとにね、ダメだよ、こうやって戻ってもらわないと。私今日のネタね、やれない、ほんとに。ほら、またひよって。先生までひよってどうすんだっつんだな。で、授業に戻ると。この日はまあいいよね、なんかね。もしこれで戻ったということで、まあ部活もね、通常に皆さんやるんじゃないですか？ほら、戻ってきた。お帰りー。これさ、リュウジ君、あんたそれなんとかなんないの、それ。一発やれば、一発やってもダメだ。ハグしてもダメ。抱っこしたら、戻る。戻る。
はい、特別ゲスト、光彦くんですね。はい、この方特別ゲストなんでよろしくお願いします。てことで、さすがにね、部活まで待つのは時間がかかる。めんどくさい。ということで、私たち桜町、ポンコが代表としてね、今回は時間をずらしちゃいたいと思います。これ誰でもできるわけじゃないですから。はい、15時に設定いたしました。人が消えました。そうすることによって、人々が教室に戻ってくあれ、人々はほら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 、戻ってきた戻ってきた戻ってきたということは部活が始まるということだと私は思います。なんなんだよ、こっちは何なんだよ、こっちのセリフ、ま、馬が出ていたらそういうことですね。馬、あ、馬が出てるということは部活が始まったという合図です。誰、太一くんでしょこれ絶対。じゃあまず私たち水泳部に行きますか。そしたら水泳体験、ちょっと今日でね部活決めるんで、私たち太一くんがいるわけがないんですよ。そんなねえ、巻き込み、うわ、皆さん部活動に行っております。あそこの男たちは何をしているのでしょうか。で、何してんの本当に。じゃあまずちょっとね、野球部からね見ましょうかね。いや、野球部はね、私たちまだ見たことがないのでちょっと楽しみですね。野球部見学から行きましょう。皆さん頑張ってください。野球応援してます。私は、私いつも思うんだけどさ、桜学校の野球部ってさ、走ることしかしないよね。漢字の球がないんだよ。球が、足が速いです。足が、これポンタと一緒なんじゃないの、速度大体。違うのかな。あ、でもなんか抜かされそう。あ、やばい、抜かしたい。いや、ちょっと野球というものをね、教えてありますよ、私。野球というものをね。野球というものを教えてあろうじゃないか、ちょっと。はい、続いて、グラン、あれ、あれ、いない。あれ、もう終わっちゃったの、もしかして、部活。はい、続いての体験、こちらですね。抹茶ですね。こちら、抹茶をね、ちょっと体験したいと思います。いや、ポンコですね、こういう部活は悪くないなと思っております、今。もうポンタくんはもう、お、すごい、ポンタやってる、イケメン、せーの、いや、いいね。うわ、迷うな部活。あとはね、やっぱこれだよね、弓道。一番はね、これがね、迷うんだよね。うわ、惜しい、いきます。え、ポンコマジ下手くそ。だからないわ、やっぱこの部活やめる。私には不向きだわ、この部活は。ボクシングはね、なんだろう、ボクシングはなんかもうこれでやっちゃったらもう早いよね。なんでこの斜めいっちゃうの。起きた、やばい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 、リュウジ君助けて。うわ、これ乗れんのかな、この馬。うわ、乗ってたし。あー、ちょっと待って馬、待って、逃げないで馬、馬のバカ。いいよ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 。お、ついに始まりました、馬対犬対人間。さあ、決着がつくのはどちらでしょうか。いや、ここで私がボクシング部に入るか入らないかが決まります。じゃあいいって、だからそういうの。なんかおかしい、なんかおかしい、私ね、なんかおかしい、なんなのこれね、なんか今日めちゃくちゃバグるんだけどね、リュウジくん、リュウジくん、どうしよう、本当に私やったほうが、あーね、なんかおかしい、ポンコね、今日さ、部活をやりたかったんだよ、私は今日。あー、
ところで皆さん、ポンコがバグっております。復活してもポンコの姿は見えておりません。ねえ、なんでポンコがいないの？今日私部活動やりたかったんだけど、今日こそさ、なんかいい部活を見つけたいなと思ってさ、ねえ、こうやってこういう動画を撮ったのに、ポンコいる。ねえ、ポンコがいる、あそこに。めっちゃハエなんだけど。ということで皆さん、本当にごめんなさい。あのね、ちょっと本当は今日、いろんなね、部活を回って、今日はもうあの、部活の、なん部員証ってんだっけ、なんだっけ、なんかこう出しに行こうと思ったのね。私は今回から、この部活に所属しますって。出すところまでやろうと思ったんだけどさ、まさかの変なバグが起きてしまって、続きができないって感じになってしまったんですが、ちょっとまた次回ね、次回こそは部活動画をね、ちょっと選びたいと思います。ね、ちょっと次回また楽しみに待っていてくれると嬉しいです。ということでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。おつぱん。